世界チャプター4って書いてるけど、これはなんかちゃんとストーリー通り進んでるってことなのかな。あとリリーの状態の汚れっていうのは経験値なのかな。ここなしか、これ髪の色の黒がちょっと侵食されてる気はするけども、気のせいだと信じよう。汚れていくにつれて強くなっていく、そんなことではないと信じたい。何かあるかもしれない。てか何かあるでしょ。やっぱり来てよかった。探索はある程度はしたいな。ある程度、まあ、しすぎると大変だろうから、しすぎない程度に。調べる？あ、いた。なんかこれめっちゃ上来たけど、結果的に戻ってるだけじゃん。トーン。あ、いた。あ、回ってきた。薄汚れた絵画。泉の白巫女が描かれている絵画。魔術師以外にも白巫女も魔術教会に入ることを許されており、白巫女に合った魔道具が作られていたようだ。なるほど。魔術教会は白巫女のためにも、いろいろ活動してくれてたってことか。オッケー、飲み込んだ。あ、まだある。ん？今のは？何かが開いたな。下かな？これありえるね。下が開いた可能性ある。とりあえず行ける場所。見える場所よりも見えない場所に。あ、開いた。あ、開いてるわ。え？時間制限あり。急ぎましょう。ショットガンタッチだよ。急げー！急いで行け。これ R2 でスピードが上がる。これでスピード上げて、はいはい。で、登って、OK。OK。これさえ開けとけば、うん、開けなくていいや。で、回復はできない。とりあえず新しいエリア行けた。お？で、多分イベント入りそうだね。この感じ。この感じは俺はもう分かってるから。このゲームのことを理解してる。理解者になった。ちゃんとムービーは入るよ。ちょっと待って。これ、あんま適当に行くと、持っていかれそう。大丈夫。大丈夫だね。大丈夫。おい。さすがに。よし、いけた。おっと、これ下危ないな。調べて、またこれショットガンタッチでしょ。こっちの方が早い、もしかして。いや、ギリギリだな。ギリギリいけないかも。いや、なんかいるし、無理かな、ちょっと。え、スピード上げるスキルみたいのがある。ここいける。あ、やっと見つかった。ここだな。で、開いた。どこ？あ、そこと繋がったのか。よいしょ。オッケー。たける。汚れ。魔術教会が沈んでしまった。あ、取れるじゃん。取れるじゃないですか。マニさんの指輪。スキルの使用回数が少し増加する。古き民が残した遺品であり、魔術教会に保管された代物。花を愛した一人の女性が大切にしていた古い指輪で、白巫女が持つことで輝きを放つ。まじないかけられている。なるほど。おお、発見。おお、よどみだ。ああ、取れた。おっと、首なし騎士。そんなやついたのかい。やば、強そうだね。だが無駄だ。俺には通用しない。もう散々迷ってきたんだ。もう迷うつもりはないぞ。よいしょ。やばいやばいやばい。回復して、ミス。ほい。からの回復からの、はい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 。もう遠距離遠距離遠距離。なめんな。死にそう。終わり。よし、オッケー。フラストレーション。で、こんだけ探索して、まだここに来ていない。どうせなら意識を向けて狂ってしまえばよかった。そんなこと言うなよ。今ガチで1時間探索してこれだからね。何にもわかんない。首なしの騎士。盾を構えた騎士がわずかに、え、完敵？ん？違う。わずかな間敵の攻撃を防ぎ、タイミングよく攻撃を受け止める。これパーリーか。村の英雄ゲルロッドに憧れ、騎士となった後、ゲルロッドって老兵か？老戦士か？不死の騎士となる際に、違う。不死の騎士となる際に受けた汚れの進行が早く、戦線に赴く前に暴走してしまう。同胞の騎士を襲ったことで罪に問われ首を失う。狩られたのか。これあれですね。パーリーがあるってことは楽しそうですね。パーリー。パーリーしたいな。あれ？あ、でも、ああ、これは、そっか。別に行ける場所だもんね。あれ？あれ？なんで行けた？
今日ここ行けたっけ俺。なんか新しいやついるし。自爆しそう。ほら。え？嘘俺、え？いや、え？ん？いやでも、あ、違う。これ俺ここには来てないのかもしかして。いや、わかった。レバー引く前に多分かなり前にここに来て、で、その後、レバー引いて開けてから来てない。もしかしてっていう感じじゃね。うーわなーじか。うーわ疲れた。いやもう疲れがやばいんだけど、すでに疲労困憊です。よし行こう。行けたのならそれでいいよ。いやマジで迷ったとかいうレベルじゃないぞこれ。迷ったとかじゃないもん、さまよってたもん。徘徊してた。自爆者はこれ無視だね。当たったし回復がもうない。お、よどみ。もう1時間半ぐらいやってるけど、多分動画的にはこれ2分だよ2分。あのボス戦あるから一応5分ぐらいだわ。マジか、すでに疲れてるぞ俺。旅の始まり？なんだい？ 10 箇所のレストポイント。あ、ここレストポイントなんだ。あ、新エリアだ。助かった。フリーティアの指輪装備した状態で R2 を押すとパーリーを発動する。あれ、敵の攻撃に合わせてダミ国 R2 を押すと攻撃が弾いて無効化。泉の白巫女に身につけていた指輪、三代目に当たる泉の白巫女はそれまでの白巫女の中でも特別、汚れの影響を受けづらく多くの獣に救いを与えていた。フリーティア、多分先代だな、三代目が。うわ、この、なんだこの聖堂。井戸の地下。これ今装備できるから装備しようか。あ、ゼロだ。パーリーは無料で使えると。お、これか。ピュン。無効化する。これ使っていいのかな。使えるか。難しいぞ。この先は地下墓地のようだ。古い時代の遺跡も多く残っている。ここは昔からあまり変わらないな。何を思った。かつてこの果ての国は古き民の住む国だった。ここの舞台が果ての国なの？古き民は故郷、家族、誇り、すべてを奪われた。不死を生き残りと言えるかわからないが、私はその古き民の戦士の一人だった。そうなんだ。戦いに敗れ時を経て目覚めた時、私の不死契約だけは消えていなかった。一人残される気持ちは私にもわかる。悲しい生い立ち。この二人の関係がどうなのかっていうのをちょっと、また知りたいところですね。降りていい？ダイブ。カタコンベ。雨の影響で崩れて閉ざされた道も多いようだが、なんだ？これまで見つかっていなかった古き民の建物や秘書もあるかもしれんと。危ない危ない。怖い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 。よし。うわ、強っ。え？え？え、もう俺、これ一生パーリーするわ。え？やばくないこれ。無敵なんだけど俺。俺絶対パーリーミスライン。俺絶対ミスライン。はいはいはいと。はい。うわ、もうパーリーしかしたくない。これもさ、鳥ずっと。なるほど。そういうことね。鳥をずっとさ、つけといて出しといて回復するじゃん。困ったね、ここ困ったね。これパリー主体ならさ、この盾いらなくない？盾使える？でも疑問なんだけど。これいや、これはまだなんか取れないのが明確にあるな。よいしょ。雨から逃れてきたのにってよどんでるわ。救済を与えよう。壊せたし、よかった。よかった。殺されるのが僕でよかった。あ、こっちも行ける。ミミック。ミミック楽勝。楽勝だったのに。これ上は？行けるね。ほい。自爆者がいっぱい。無視して。ほいっと。取れた。よし。たける。タンタンタン。ほい。タンタンタン。回避。ほい。これミミックっぽいね。俺は疑うよ。疑いの目を常に持つ。あ、上に行ける。レバー引く。上に行けるね。ウィーン。左、これ多分、初等化になりそうだね。無視。付き合わない。やばそう。あいつやばそう。アウトレイジで行こう。アウトレイジビヨンドで。この戦法最強なんだけど。絶対負けないわ。よし。
ハゼロ、石橋を叩いて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 、叩くことしかしない俺は。ただ叩く。ふいふいふいと。あぶね。こちら崖の上の少年もあるんだよ。ふい、少年。よし。調べる。ロック。このロック、入り口にもあったよね。多分、最終的になんか解放しなきゃいけない。違う。と。よし、助かった。これでまだ探索ができる。もう少しだけ。やば。ふい。これ逃げでしょ、逃げ。我、逃げり。お、倒せってことだ。うわ、そういうギミックもあるんだ。敵倒せギミックってやっぱスルーゲーし始めるとかなりしんどいよね。あ、休む。ベッドかこれ。暖炉か。とりあえず休めてよかった。白巫女の継承。三代目の白巫女になられるフリーティア様は東の泉の名を受け白巫女を引き継がれます。シルバーは優秀な森人ですが、若くして白巫女になられる重圧は計り知れません。王城で過ごされるよりはまだしばらくはカタコンベや故郷である崖の村で過ごされるのがいいでしょう。風の白巫女様の願いもあります。願いでもあります。私たちはできる限りお助けしなくても。ここで分かったのはシルバーという優秀な森人がこのカタコンベにいるという、つまりボスがシルバーということですね。森人シルバーがボスですね。了解しました。どこがボスでしょう。まずとりあえず右に行こう。ガン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 進もうぜ。右にひたすら右に進む。うわ最悪。一番下まで来た。どうしよう。一番下まで来ちゃったよ。どうしよう。せっかくなんかあのあれを取ろうとしたのに、あれ、そうあれ、あれを汚れた魂取ろうとしたのに、だいぶだいぶこれ一長一短だな。リスキーでもある。あ、取れるじゃん。お逃げを地下に進んではなりません。もう行っちゃった。よいしょ。水中ステージ。行けない。ここはひたすら右だな。あ、これガードできる。来い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 。ウィー、パーリー。レッツパーリー。レベルアップ27。どんどん汚れが溜まっていくよ。待って、あ、あれ？これ？こいつ、まさか。こいつ、まさか。懐に入る。懐に絶妙な位置にいたってことか、俺。ここだな。これ、敵の範囲を。敵の攻撃の範囲を見たから今。線を引いた。中忍試験編の手まり的な感じでね。鹿丸 VS 手まり的な感じで。双子城塞の防衛戦一勝。東の果て、江戸の領域より災い来たる。押し寄せるは獣の群れ。獣を従える赤き汚れの王。それはこれまでに至る古の民たちの怨嗟が形を成した恐ろしき姿だった。双子城塞にいて待ち受けたのは泉の白巫女と国の危機に立ち上がった勇敢なる騎士たち。騎士たちは何度も倒れようとも立ち上がりたかった。その結果もしかしたら配下にさせられたという感じになるかもしれない。これ多分ショートカットだな。あの対岸に見えたショットカット。オッケー。これさえ開けられれば、またいつでも来られるな。あとは、この道のりがどうなるか。どうなっているか。もう俺の命の刻限は少ない。すぐに死ぬ。すぐに死ぬんだけど、でもね、少しでも先を見ておきたい。無理だよ、これ。ハエがやばすぎる。ハエがやばすぎる、これ。ハエの王が。オッケー。デスペナないから、ちょっとこれは、なんか、デスペナルティないからさ、ガンガン行っちゃっていいよね。これいけない。いけない場所多いな。おい。下まで来た。とにかくこれはね、もう、素早く前に行く。やべ、やべ。よし、窮地。窮地こそのこのね、アクションの腕前が要求されるんですよ。よし。俺に勝てると思うなよ。狡猾さで俺に勝てると思うな。このゲームの狡猾なね、戦い方を覚えたから。危ねえ。待った。絶対ショートカットあるって。あいつやってからだな。危な。いや、カラス、やばっ。うわぁ。射抜かれた。とりあえず下から行くか。基本無視。
原則無視。あれ、地下の教会、白巫女や森人がいた痕跡もあるわ。ここか。シルバの手記。双子城塞にいた騎士や兵士たちはおかしかった。倒れても起き上がり、汚れをものともしない。あれはまるで獣そのもんだった。白巫女様に聞けば教えてくれたかもしれない。あの場にいた私と白巫女様以外みんな獣しかいないと思うと怖かった。シーグリッド、ごめんなさい。あなたを守るために森人の座を奪ったんだから。私はやっぱり森人にはふさわしくなかった。シーグリッド、そうか。シーグリッドの、ちょっと待って、何か思い出せないか。シーグリッドはこのリリーを守ろうとしていた人だよね。そろそろシルバー戦おうよ。自爆者がいるね。上にも行けるし、右下に行く感じか、イメージは。いて、割と無視でいいな。下って書いてる。でもさ、俺多分まだ上に行くスキルがないんだよな。なんか多分飛べるのかなこの感じ、飛べるようになりそうなんだよな。まだもポイズン。お、いけるいける。あれ。やば。やばいやばいやばい。オッケー。レベルアップ。どこ？ひとまず左行くわ。これ探索後だな。落ちた弓使い。落ちたか、弓使いよ。はい、やばい、早そう早そう。断速早そう。これ待って、盾使うわ。なんだそれ。ファン。待って、カラス。カラスでこれさ、一生これでいいんじゃない？ほい。で、俺、これで。ほら。あ、ダメだ。あ、いけた。ほい。いや、これ一生、ここで勝てるよ。俺。忍耐力の勝負でしょ、これ。ほい。俺にパリー勝負で勝てると思ってんの？あまり舐めるね。あ、オッケー。パリー無限じゃん、これ。本当に。無限パリー編。遠距離勝負ですよ。遠距離勝負。どちらに部があるか。いや、これ段数、ほら、段数の差で俺の勝ちだよ。あ、でも相手5本打ってきてる。なのに、勝てない。それはつまり、俺が、より優れているとの、それだけのことだ。終わりだ。容赦なくいくからね。情けも容赦もない。遠距離対決でしっかりね、まずは自分の身守れと、あれほど言ったのに。浄化しよう。弓か。また遠距離スキル手に入ったな。これどんどん崖の上の少年が使いづらくなってきた。森人の妹を助けるために罪人になった。果ての国随一の腕前の旧兵。罪人の元兵士は皆不死の騎士に選ばれ、城塞の防衛戦に駆り出された。森人の妹？シルバの妹か。光。汚れの魂を10個。白巫女の願い？やっぱりこれ白巫女ってさ、多分白巫女候補生みたいなのがいっぱいいて、そして継承するんだよ。だから白巫女の数はおそらく限られていて、その限られた継承されたものが本物の白巫女になる。で、その候補生がリリーズですよ。リリーシリーズ、アイナミシリーズですよ。ってことか。見えた。このゲームのストーリーが見えてきた。それが綾波シリーズですよ。なんでいけないの？いけたいけた。ちょっと待って。これどうしよう。これどうするどうする。これ毒壺あるんだけど。よし。間入って、とりあえず上行きますね。とりあえず上行って回復しますね。よし。OK。だいたいこのゲームのストーリーが見えてきたところで、これいけないですね、これ。OK。弓使ってみよう。うわ、早っ。クールタイム長いな。的が大きい相手に対しては結構良さそう。下行こう。お、右か左か。右ですね。右派です。読む。あー、これ正規ルートだ。獣の王、あんなのを見たのは初めてだった。私は足が震えて動かなかった。泉の白巫女の森人なのに、浄化が終わってから私は何が何でも浄化を止めなくてはいけなかったことに気づいた。汚れに耐性があるとはいえ、それほどまでに白巫女様の汚れの進行はひどく、動くのままならない状態だった。これ多分汚れを、いやもうなんか分かった。これ汚れを獣を倒すことで貯めるじゃないですか。レベルっていうのはもう汚れの力なわけで、今持ってる魂たちってもともとは獣だからさ、その力が高まるっていう話違うな。要は獣の力によってリリーはより強くなると。より強くなるんだけど、同時に上に行ける。
同時に上に行けちゃうってことですね。要するにほいほいほいと、もう言ってしまえば使い捨てってことでしょ。要するに白巫女っていうのは使い捨てで、汚れを貯め切ったら次の白巫女にね、汚れのない白巫女に継承して、でどんどんそれでこう汚れっていう存在に抗って立ち向かっているという。でもそれ根本の解決は要はできてないってことですよ。全然行ける場所ないよ。納骨堂前の方が前判定になってる。メタで考えるとこっち行っても良さそうだな。だからこの左下のオレンジのエリアの右上に行ければいいのかな。ここ開けないといけないからね。ここ開けないとっていうか、ここが初等階になるのか。あ、でも下行ける。とりあえず新しいエリアには行けた。でも満身創痍だね。これは手記かな。フリーティアの手記。私の生まれた日にいなくなるなんて理由だって教えてもらえなかった。もともと体が弱かったなんて嘘だ。きっと汚れを引き受けすぎたからだ。私も同じようになるのかな。白巫女として生きて母様はどうだった。私はどうしたらいいの。生贄だよ。白巫女って生贄だ。神聖なもんでもない。もう FF10 の召喚師的な、みんなその自己犠牲があるからこそ崇めるんですよね。だからこそ崇めるのだよ。それは自分たちの命をね、救ってくれる存在だから、崇める以外の何者もないよね。ガンガン行きましょう。ガンガン行こうぜ。何？うわ、あいつ弱くない？よし、宝。これミミックだったらちょっとビビるよ。キルティスの指輪。スキルのリキャストタイムも少し軽減。巫女は魂を受け継ぐ導きの巫女キルティス。国威の騎士が解読した古い文字が刻まれた指輪。江戸の地で見つかったものという、それは果ての国の建国以前の代物らしい。この巫女システム、生贄のシステム、これを中心にこの世界は成り立っているのか。右も行けるよ。忘れないよ。ここは泉の白巫女の部屋。フリーティアの式、浄化をすると皆が喜んでくれる。私の役割があるんだって思うとやめることはできない。何もないと思っていたから、白巫女としての私は必要とされている。絵を描くのが好きだったようだな。あー、なんかやっぱりリリーズだよ。リリーズ、これ絶対友達がいっぱいいたんだって。同じリリーズ。やっぱり、しかもリリーは汚れていっている気がする。やだな。話がもう結構見えてきたな。そしてレストポイント来た。読む。双子城塞の防衛戦2章。長きにわたる戦いの末、泉の白巫女はついに獣の浄化を果たす。以後、江戸の領域より獣が現れることは少なくなり、果ての国には平穏が訪れた。国防の象徴たる双子城塞は、風の白巫女の力によって建てられ、泉の白巫女によって守られた。泉がフリーティア、風はまた別の人か。風はまた別のリリー。え？両方塞がってる。なんか、いけたわ。なんか水流使ったらいけた。よかった。いけてよかった。つながったかを確認したい。多分これ、あれだな。レバー引くところに出てくるはず。わかるわかる。よいしょ。多分レバーのところに出てくる。ここ絶対下行くでしょ。あ、なんかあった。左行って。あ、ほら。手記。フリーティアの手記4。いつも聞こえてくる後継者の話。もう私は使えないの。王家の血なんて知らない。よくわからない。子供なんていらない。しかもこれ待って、後継者って自分の子供？最悪すぎるだろそれ。趣味が悪すぎる。あ、行けた。調べる。どっか開いたなこれ。ん？上行ける。お？毒壺ミミック。とりあえずミミックから逃げて。怖い。ミミック、オッケー。レバー、なんかいろいろあるな。おい、ちょー、動機は聞いてない。いいね。デスペナないからさ、死に対してがちょっと命が軽いんだよこれ。命が軽いってことはつまりもうなんかそういう意味での死にゲーなんだよねこれ。そういう意味での死んで覚える。多分レバー引いたから下どっか開いたんじゃない、可能性。あ、開いてる。多分ここだ。ここも行けると。え、これ中ボスじゃね？多分中ボスだ、これ。俺の見立てでは。ん？ほっ。ぶっ壊した。国威の騎士、こんなところにいたのか。ミューシュ、古き魂の残滓。あ、なんか、
ダークソウルみたいな直接的ダークソウルみたいな魂だ。国威の騎士の強化だ。果ての国のものではない古き民から引き取った力の残滓。レストポイントで国威の騎士のスキル強化を行うことができる。同胞ってことだね、国威の騎士の。我が黒騎士の。これスキル強化いきましょう。ようやく強化できるよ。よし。あ、二つ強化できる、これ。いっちゃっていいよね、これ。めちゃくちゃ強くなったぞ、これ。これ、あとはバルチャー、バルチャー使ってうまいこと。いや。かぁ、やっちゃった。おい、そこで引くか。でも、あそこにいるのは怖くないな。あそこだったら、いやー、いけねえ。あ、弓いける。弓で確実に行こう。多分あの一個上がショートカットだから、上のエリアに繋がってる。我勝てり。負けないんだよ、その程度では。あ、でもまだある。まだありそう。頼む。頼む。頼む。なんだここ。一個挟むんか。ここは白巫女の森人の修練場。やべ、修練場ってことは、ちょっと怖いな、これ。中ボスいそう。これこそ上に行けば勝ちだよ、多分。ここショートカット、多分絶対あるから。これを開通さえすれば、俺は勝てる。おっかねえ音がするんだけど。うわ、ちょっと待って。とりあえずこっち行こう。よし。え、いけるいけるいける？やったー、やったー、ショートカット開通。これは辛口だったわ。だいぶもうはしょった。だいぶもう無理したわ。そう、こういうゲームはね、ちゃんとマップが作り込まれてるから、ショートカットの開通っていうのを考えていけば、おのずとたどり着く。先へたどり着くんです。白巫女様、どうか救いをお与えください。汚れを引き受けよう。でも、この世に人がいる限り、もう汚れってものはなくならないんじゃないか、これ。そうか、ここか。よし、戦おう。書きかけの手記の紙切れ。白巫女様と禁じられた領域へ行くことになった。汚れを払う手段なんて浄化以外にあるというのだろうか。シーグリッドにしばらく会えなくなるのが何より辛い。声を聞かせてほしい。今すぐ抱きしめたい。私のもので言ってほしい。もし逆の立場だとしたら、こんな危険な場所へシーグリッドを連れて行かれていった、そんなことに耐えられないから、これでいい。シーグリッドがいれば私は。シーグリッドだけなのか、あなたのすべては。さあ戦おう、シルビア。シーグリッド、この人がシーグリッドの記憶にあったお姉さんか。さあ解放してやる、森人シルバー。弓使いか。まずはこれを使って、早い、一発ね。オッケー、もう見切った、もう見切った。あいあい、バックステップに弓を鼻付けね。で、これを振らせて、タンタンタンと。オッケー。もう見極めた。1段階目は見極めた。これで、タンタンタン。近づくな、近づくな。でも近づいてもいいな。これ、パリどう？ほい、大ダメージです。めっちゃ食らってます。逆大ダメージ。これ、美味しくない？これ。弓がちょっと使えないかな。遠距離戦って、五の線だね、五の線。タンタンタン。来る。ひとまず、ふっと。で、これで逃げて、これで距離取る。怖っ！追尾してきた。ほい。死んだ！火力が、矛の切れよし。オッケー。オッケーオッケー、ようやくボス戦だよ俺。こんなに探索すると思わなかった。来い、汚れを払う。まずは、行くよ。まずはバルチャー。バルチャー展開。展開。よし。で、これかわして、これじわじわ行くから、じわじわ。ここで振らせて、なんかリーチえぐくない？これプラス3か。これがプラス3の力か。2発来た。強いぞ、これ。相当。2発来ないね。2発来るときは、最後に何か撃ってこない。あ、撃って、そういうわけでもない。これは少し様子を見ながら行こう。トントントンと。これ押し切れば多分いけるな。これで押し切れる。オッケー、チャンス。後期。これ4発なってんね。めちゃくちゃいいね。これ2発来るよ。来ないか。
様子見は結構安牌かもな。あとはバルチャーに任せて、任せていけるね。でしっかり回避して、で近づいてくるから相手が、ほう、そうきたか。だが上のレンジは完全に対応してんだよ。対空完全に対応してるから。はい、対空、鼻の対空だ。ちょっと向きが逆、ニアス来るよ。これかわして、で近づいて、し、近づいて、これ当たるんだな。タンタン、逃がさない、逃さない。タンタン、ほい、近づけ。エンパルチャーじゃない、花。てか俺めっちゃ食らってる。ん、待って、獣に落ちる、でかい。っていうかお前全部回復してるじゃねえか。それは反則だろ。やっべ、炎の柱全回復はちょっと効いてない。逃げに徹するか。やべえ、待て、逃がさない逃がさない。いけ、花の魔女、花の魔女は強い。これかわしてタンタン、2発だな。くるくるくる、うん、これは逃げればいい。そして終わったか。怖っ、よし、いててててて、裏回り。これは逃げて、はい、余裕。これパってパーリーいけるね。やばいやばい、回復まだ余ってる。まだ俺は回復ができる。これは逃げる、さすがに。で遠距離は三角で攻撃して、で近づいてきたところで、やっべ、よし、いけ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 、おっしゃ、オッケー。いや、この盾強っ。威力と防御能力、申し分なし。いや、完璧な立ち回りだった、今。初見での一番いい立ち回りだった。私は泉の白巫女の森人にふさわしくなかった。汚れから救う手段がようやく見つかったと思ったのに。汚れから救う手段、最後は逃げ出すことしかできなかった。汚れの根が溢れて、たくさんの人間が取り込まれた。汚れの根？地下教会の信徒も森人も皆、獣になってしまった。自分の体ではないみたいに得体の知れないものに突き動かされる。大いなる意志みたいな感じなのかな、呪い。魔術師たちに飲まされた、あの薬、白巫女を助けるためだと言っていた。守るどころかこの手でたくさん殺した。魔術師？悪い奴らなのか、魔術師。これが汚れの狂気、それとも本当の私の姿なの？抱きかかえているのはフリーティア。意識が途絶える前にシークリットに会いたかった。私の本当に守りたかったもの、白巫女を使命で守っていたけれども、本当に守りたかったのは、だからこそ自分が守り人としてこの地にいたと、白巫女を守っていたと。守り人シルバー、土により連続攻撃を行う。長押し入力によってチャージが可能。チャージ攻撃はより広い範囲に大きなダメージを与える。シルバー、最愛の妹を守るために守り人となり、泉の白巫女の護衛という大役を担った。それが妹から疎まれることになると知りながら。あ、そうか。あれ？シーグリッドは、ちょっとこれシーグリッドのムービーもう一回見直した方がいいな。守り人の翼。守り人シルバーの汚れた翼に回避行動が強化される。地上空中では滑走による素早い回避になる。スピード、あ、これで行けない場所に行けるようになったな。奥義の解放、白巫女が多くの汚れを引き受けたことで目覚めた古代呪術。古代呪術覚えちゃった。汚れの魂の力を解放し、獣だった頃に使っていた必殺音をよく繰り出す。なるほど。溜まっていると使えると。ああ、さっきやってた攻撃ってことだ。城の泉の白巫女の護衛の守り人では、この近くに。やはり汚れ、巫女は汚れても意識まで失われることはないというが、それでもこの汚れを受ける苦痛は
やっぱり増してるような黒が、てかまあなんか赤い髪も出てきてるし、もう残っているのはお前一人かもしれない。誰も咎めることもない。逃げることは悪いことではない。私はお前に生きてこの国を出てほしい。まさかフリーティア、目覚めてはいけなかった。それでも託すしかない。ごめんなさい。汚れの運命を断ち切れるのはあなただけ。地上のまだ清らかな水が残る最果て辺境の泉へ。道を示されたな。あれは執念。あ、早い早い早い。あ、これ多分あの行けなかった、時間制限で行けなかったあの場所にも行けるね。どんどんなんか異能の力を得てるんだけど、異能者になりつつある。あ、早速これムービーにあったやつだ。森人みんな狂気に飲まれてしまった。いただきます。よし、ほいっと。オッケー、これで行ける場所また増えたな。これいいかもね。これ結構いいね。範囲もてか速度も結構あるし、なかなか速いし。で溜めて一撃と。今のところ強いなって思うのは、まずこれ西の商人はちょっとやばい。これはもうオートだから、オートで火力的にはやっぱ花の魔女が異常かなと思ってます。で最終的にはこの首なし騎士ね、タイミングうまいことやればパリで大ダメージだね。これが相当ダメージ高いからこれも使えるかなと。攻略的にはこのもうイレイエンが強すぎる、あまりにも。まあいずれにせよ結構スキル全部強いな。まあいろいろ使ってどれがいいかなっていうのを吟味していきましょう。なんかもう赤エクステしちゃってるもん、あれ完全にメッシュ入れてるもん。そうなっちゃう、グレちゃってる。これ汚れでグレていってるから、そういうことでしょ。